はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、イベルダスアブシェリヒリッターです。さあ本日なんですが、マスターデュエルにね、いよいよユベルさん実装されるということで、結構早かったですね、ユベル実装されるの。今回はこの最強デッキ、ユベルご紹介、徹底解説していこうかなというふうに思ってます。どんなモンスターがいるのか、エクストラデッキのモンスターどんなやつがいるのか、魔法罠どんなやつがあるのか、そしてどういう使い方をすれば強いのか、そして対策、この辺も全部話していこうかなというふうに思っております。まずですね、もともといた方ですね、ユベル、第1、第2、第3形態までいたと思うんですけども、ユベルはね、ユベル、ユベルダスアブシェリヒリッター、ユベルダスエクストレームトラウリヒドラヘと、これがもともといたモンスターたちで、こいつらは何をしたかっていうと、まあ、攻守がゼロの悪魔族で、レベル10、11、12となってまして、戦闘ダメージがゼロで戦闘破壊されないよっていう共通効果がありました。はい、で、攻撃されたらなんかバーンダメージ与えたりとか、相手と戦闘するとバーンダメージを与えたりとかして、まあ、要は相手のライフを効果ダメージで削っていくっていう、まあ、感じですね、もともと。で、エンドフェーズになんかその相手モンスターぶっ破したりとか、あとなんかイージーコストいるとか、効果破壊されたらなんか、変身したり、バーハナで変身したりっていう、まあ、要は、ユベルがダス・アブシェリ・ヒリッター、エクストレム・トラリヒ・ドラヒみたいな感じで変身していって戦っていくっていう感じのね、テーマになっていました。でね、新しく追加されたモンスターを主にちょっと今回、説明していきたいんですけども、スピリット・オブ・ユベル、ユベルの魂形態ですね。これ攻撃宣言時に程度から特殊召喚ができるっていうあのスピリット・オブ・ネオスみたいな感じの方がしてまして、で特殊召喚成功時ユベル系の魔法トラップカードを、セットするかサーチできます。で、戦闘ダメージがこいつもゼロになって戦闘で破壊されないっていう効果と、あと破壊されたらユベルを特殊召喚できるっていう効果がこれついてるんですね。でスピリット・オブ・ユベルがサーチしてくるカードでその自身を破壊したりできるんで、展開型としても優秀だし、あとこの4番の効果、これターン1制限ないんですよ。破壊されたらユベルを特殊召喚できるっていう効果、これ何回も使えまして、だからこのスピリット・オブ・ユベルを破壊すれば下だけなんかその、まあ、ユベルがいっぱい出てくるってことですね。まあ、これをね、まあ、うまいこと使って展開伸ばしていくっていう感じです。で、サクリファイス・ディ・ローダス、お花、これがですね、初動カードになってまして、リリースしてユベルを特殊召喚できるよっていう、ユベルモンスターですね、ユベルモンスターを特殊召喚できるよっていう効果と、あとモンスター効果が発動したときに、相手のモンスター効果が発動したときにユベルが場にいれば、ユベルを破壊するっていう効果に書き換えられます。そのモンスター効果書き換えですね、これが結構厄介で、まあ、ユベルいないと発動できないんですけども、相手のモンスターは全て俺のユベルを破壊しろということになるってことですね。で、エンドフェイズユベルがいれば自己蘇生できるよっていう、元々のサクリファイスロータスみたいな効果を持ってます。まあ、もちろん、こういう名称してターエイジがついてました。3番の効果には。新規モンスターの方はね。旧モンスターの方は、名称してついてないです。ワンキューとかに使えるんですけどね。で、ヘルクレイブ・スクワマさん。これは怪我人なんですけども、悪魔族がいれば手だから特殊ができるという、まあ、超緩い条件で、特殊ができるモンスターで、まあ、普通にリンクスライドしても優秀ですよね。で、その後、ユベルモンスターを破壊できるよっていう効果を持ってます。だから、スピリット・オブ・ユベルを破壊して、あ、こちらに、スピリット・オブ・ユベルって破壊された場合、ユベル特殊ができる効果なんか、時の任意効果じゃなくて、場合発動できるっていうタイミングを逃さない効果があってまして、結構ユベルってタイミングを逃すことで有名で、時できるって書いてあるから、なんかチェーン2個で破壊されたらフィールドが離れるとなんか変身できないっていう、うんこみたいなバグがあったんですけども、まあ、それがなくなっております。スピリットユベルは。で、ヘルグレイブスクワマさんは墓地から除外すると墓地のユベルモンスターを特殊召喚できるっていうこともありまして、これリンクさえ伸ばせるよっていう感じですね。で、ガイストッチゴーレムさん。これトーチゴーレムの調整版なんですけども、これ攻撃の的と呼んでます。ユベルモンスターを見せまして、相手の場にこいつを特殊召喚し、意味したユベルも特殊召喚できるよっていう、まあ、2体同時に相手の場と自分の場に特殊召喚できるよっていうモンスターですね。で、ユベルと戦闘するときに自分というか、まあ、相手はライフポイント3000回復するよっていう効果と、墓地にある場合にユベルが特殊召喚されると墓地から相手の盤面に特殊召喚できるよっていう効果ですね。まあ、要はデザイン的にはそのユベルと一緒に特殊召喚してスピリットオブユーラーたりと特殊召喚してユベルたちでガイストーチゴーレムをぶん殴ってくださいっていう感じの、そんな感じの、効果になってます。で、実際に、エクストラデッキのモンスターをちょっと説明していきたいんですけど、これがめちゃくちゃ強いんですね、ユベルって。まずユベル第4、まあ、第4か第5かどっちかわかんないけど、ファントムオブユベル、こいつの融合召喚条件がガバガバでユベルモンスタープラス攻守ゼロの悪魔族モンスターっていうのがクソ緩い条件を出すんですね。だからまあ、ユベル、スペイトユベルとか、あと暗黒の将来神サクリファイスディロータスとかこの辺とか、まあ、全部混ぜて融合召喚できますよと。で、融合召喚の他に手札、バー、墓地のこの上記カードをデッキに戻して特殊召喚することができますよっていう、
でこのカード自身は融合手段にできないっていう効果あるんですけど、まあ、要は墓地肥やしてこいつらが墓地に行ってれば、融合召喚できちゃいますよと。すごい緩いんですよねこれ。ユベルって展開している中で墓地でこんな簡単溜まるんで、まあ、すごい簡単に出せるし、あとこの手札のモンスターをデッキに戻して融合召喚することができるんで、そのいきなりメインフェーズ1開始時初手いきなりファントムユベル着地から入ることも一応できるんですよ、まあ、手札にユベルとかがあれば。だからファントムユベル着地させてその後のウララとか増獣とか全部ケアして、展開するっていう一応こともできまして、これモンスター効果を書き換える効果がついてるんでね、後で説明しますけど。だからこいつをいきなり着地させられると誘発が全部死にますマジでこれドローフェーズ G とかスタンバイフェーズ G みたいな結構行為するとバカにされるじゃないですか、割となんでガンマケアしないんだみたいなっていうこと言われるんですけど、これからはスタンバイ G とかドローフェー G しないとファントムオブユベルが着地する可能性があるってことね、はい。で、効果なんですけども、戦闘界最大し自分への戦闘ダメージがゼロになるっていう、まあ、共通効果と、あと2番目これめっちゃ強いですよね。リリースして発動できてこいつ自身を、相手のモンスターの効果が発動したらそれ書き換えますと。相手は、自分の手札デッキ場のユベルモンスターを破壊するっていう効果に書き換える。要はモンスター効果実質無効みたいな感じですね。で、デッキからスピリットビューレットが破壊してユベル出してこれるんで、まあ、相手のモンスター効果をユベル破壊するっていう効果に書き換えることによって自分の展開に変えちゃうっていう感じでね。これ天敵はこの墓穴のし、あと、天敵はこの墓穴の指名者、これですね。やっぱりそのリリースして発動する系の効果、まあ、天気の施工員みたいな感じの効果なんで、まあ、墓穴って言われると何もなくなりますこれだけ注意ですね。で、初動となるモンスターたちは、ナイトメアスローンとか、あとでやりますけど、ロータスとか、まあ、ジアンデッドヴァンパイア、ティアラメンツみたいな墓地壊しカードとも相性良くて、まあ、この辺でユベルを墓地壊せられれば簡単にファントムユベル出てきますよっていう感じですね。で、もう一体ですね、融合モンスターいまして、ユベル第5形態。これユベルモンスタープラスフィールドの効果モンスター1体以上っていう条件で出せるんですけど、これフィールドの効果モンスター1体以上ってすごくないですか。これね、要はそのユベルモンスターとフィールドの全モンスターを吸収してこいつ出せるんですよ、超融合とかすればすごいでしょ。だからどんだけ相手モンスターがいても超融合ってチェーンできないから、まあ打ったら大体通るんですけど、超融合をぶち込んで、ユベルと他の全効果モンスターを融合さにして、このユベル出すエビヒリーベベヒタっていうモンスターを出すことができるんです、はい。で、効果は融合さにした、数かける500バーンダメージ、なので相手のモンスター吸収して相手のライフにバーンダメージですね。で、戦闘破壊されないし自分への戦闘ダメージがゼロになると。で、戦闘すると相手のモンスターの攻撃力分のダメージを与えて相手モンスターを除外すると。だ、要は的を残しておけば1体、そいつのバーンダメージ分与えられて除外できますよってことですね。で、こいつを出す方法として、まあ、超融合をサーチできる後でやりますけど、クロニクルとか、あとエターナルフェイバリット、超融合っていうモンカード、この辺のカードを使って、まあ、相手のモンスター吸収して、このモンスター出していきたいですね。でですね、まあ、ユベルの魔法トラップカードについて、ちょっと説明していきたいんですけども、こいつらもまあ、なかなかのぶっ壊れカード。まあ、まず、ナイトメアスローン、ユベルの椅子ですね。これフェイド魔法になってるんですけども、発動時の効果処理として、攻守ゼロの悪魔族をサーチするか、デッキから破壊する。ロータス持ってきて初動にするもいいし、まあ、この、スピリットオブユベル破壊してデッキからユベル出してきてもいいと、まあ、特にそのスピリットオブユベルをデッキから破壊してユベル出してくれば、もう攻守ゼロのモンスターが場と、フィールド上に揃いますので、あ、フィールド上、場とフィールド上同じだ、場と、墓地で揃いますんで、いきなり、ファントムユベルを特殊召喚して、まあ、誘発ケアをすることもできちゃいます、まあ、ウララとかニビルとかね、ゾウジーとかで、場のユベルモンスターが離れた場合に発動できる方がね、元々のレベルが、破壊す、離れたモンスターのレベルとプラマイ1のユベルモンスターをデッキ墓地除外状態からサーチすると。で、その後そのまま召喚条件無視して特殊召喚できるということで、まあ、要は、ユベルを、まあ、が離れてたら、第2形態ですよね、ユベル出す、アブシェリヒリッターを特殊召喚できるし、アブシェリヒリッターが離れてれば、ユベル出すエクストレームトラウリヒドラッケが出せるという感じですね。はい。で、このナイトメアスローのすごいところは、やっぱり出張パーツとして使えるっていうところですね。これユベルデッキじゃなくても別に、出せるんですよ。ファントムユベルって。しかも特に縛り入んないし。ナイトメアスローン発動して、そのさっきの動きすると、いきなりファントムユベルが出せるんで、それ以降の自分のメインデッキの展開を全部ファントムユベルでケアしながら通していくことができます。ウララとか、増獣とか。まあ、もちろんナイトメアスローンの効果にウララ打ってくれれば、それ以降のウララは発動できないし、だからこれが出張パーツとして非常に優秀なんですね。で、一応出張パーツ化し
するんだったらナイトメアスローンさん、スピリットイビル1、イベル1で、ファントムイベルが1から2って感じなんですけど、これあのデッキに戻して融合召喚というか特殊召喚する都合上ファントムオブイベルがあのこの1枚1枚でも大丈夫なんですよね。で引いちゃったら別に普通にそれで融合すればいいんで、なんなら引いてる方が特殊召喚せずにいきなりファントムイベル出せるんで強いみたいな話もあるんですけど、なんでまあこの311エクストラデッキに1から2ぐらいの、まあ、かなりコンパクトなサイズ感で出張パーツとして採用できますので、まあ、これはめちゃくちゃ強いと思います。一応ナイトメアスローンはスキューの駆け出しとかねサーチすることもできますね。でねユベルのねカード名がナイトメアスローンには指定されてなくてユベルモンスターって書いてあるんですよ。なんかティマイオスのマナコみたいな感じで、そのブラックマジシャンって書いてあるけどブラックマジシャンモンスターって書いてあるからブラックマジシャンではないみたいな、そのあれでユベルって書いてあるんですけどユベルモンスターって書いてあるんでユベルのカード名が指定されてなくて、スピリットオブイベルとかではサーチができないっていうことだけは注意してください。はい。で、ナイトメアペイン、ユベルの無知ですね。これは、手札、場の闇属性モンスターを破壊してユベルモンスターをサーチできるという効果になってまして、ユベルモンスターが存在する限り、相手の攻撃可能なモンスターはユベルモンスターに強制的に攻撃をしなければならないという効果を持ってます。だから、ユベルはバンダメージを基本的には持ってるんですけども、これを強制的に発動させることができるということですね。で、ユベルモンスターの戦闘ダメージを相手に肩代わりさせるっていう効果もありまして、まあ、要は、ユベルモンスターが全部アマゾネスの剣士になるってことですね。攻撃力ゼロのアマゾネスの剣士、恐ろしいでしょ。行かれてる。で、よくやるゴテバンキルの方法は、ガイストーチゴーレムとユベル特殊召喚して、で、ガイストーチゴーレムが攻撃力3000なんですよね。なんで、スピリットビベルとユベルで、両方ぶん殴るとナイトメアペインの、 その、ダメージ効果、戦闘ダメージ肩代わり効果で、3000入って3000走るんで6000ダメージ入るんですね、相手のライフに。でその後レベル10のモンスター2体でこれ、グッサイマックスニョキニョキニョキさせるともう2000バーンで3000、2000で勝ちっていうめちゃくちゃ簡単なワンキル方法もあります。でマホトラップカード他にも、ありまして、まずね、マチュアクロニクルですね。掛け軸。イベルモンスターがイベルと書かれているモンスターが特殊召喚されるたびに、クロニクルカウンターというカウンターが、1個ずつ置かれます。これは無限に置かれます。で、2番目の効果、カウンターを取り除いて、掛ける効果を発動できると。名称指定対象あるんですけども、1個だったら、墓地からイベルを特殊召喚。2個だったら除外状態のカードを回収。3個だったらデッキからカードを1枚除外。4つだったら場のカードを1枚破壊。対象取らない効果ですね。で、5つだったらデッキから、超融合をさせた。これがめちゃくちゃね、強力で。まあもちろん4とか、1とかの方がもうちょっと強いんですけど、この5のデッキから超融合をさせた。これがなかなか強力で、これ5個もたまるんですかって思う方いらっしゃるかもしれないですけども、基本展開で、余裕でたまります。だから、マチュアクロニクルで引いてりゃ、これ発動しといたら、もう大体カウンターだからなんか6とか7とかなってるんで、適当に超融合をさせてセットしてください。はい。で、エターナルフェイバリットっていうトラップカード、これもね結構強くてですね、卵と呼んでるんですけども、1ターンに1度、下記から選択して遊びますよと。1個目墓地除外状態のユベルどこでしょうか。2個目場にユベル、スノーユベルが存在している場合、このカードと手札1枚墓地を送ってユベルモンスターと自分相手の場のモンスターを素材にして融合できる。まあ、要するにユベルいたら超融合できますってことなんですね。まあ、一応チェーンできますけどこのカードは、だから相手の盤面にね、そのなんか強力なモンスターがいても、一応ユベルがいることが条件なんですけど、いればエターナルフェイバリットをぶち込んでいきなりユベル出すエビヒリーブビヒターが融合召喚できるっていうことですね。はい。でフェイバリットカードになってますんで、一応これフレームウィンガーフレームシュートとかでもサーチができて、まあ、結構優秀なトラップカードになってます。で対策としてはやっぱりこのカード打たれるとやっぱ全部のモンスター吸われちゃうんで、まあ、超融合受けてもいいようにモンスターだけに頼らずに魔法罠墓地手札に妨害を散らしておくといいですよという感じですね。まあ、それができたら苦労しない。でユベルと相性の、まあ、いいカードというか、まあ、テーマとかってどういうのがあるのかなっていう話なんですけども、まずやっぱゲンマですね。ゲンマはもともとユベルカードなんでユベルカードっていうかユベルが使っていたカードなんで、まあ、相性いいのは当たり前なんですけど、攻守ゼロの悪魔族であるっていう点だから、まあ、融合手段にできるってことですね。それと召喚権増加によってロータスを展開することができるっていう、まあ、要は暗黒の将来神の効果で、攻守ゼロの悪魔族を召喚権増やしてるんで、これでロータス出せると。でさらにリンク値も伸びます。でさらに開門によってユベルを特殊召喚もできます。まあ、攻守がゼロなんで、で、ユベルは、レベル10なんでユベルがいると開門で永続魔法を回収することもできるということで、まあ、1回使い終わった永続魔法を、まあ、もう一回回収、まあ、ナイトメアペインとかですね、を回収することができるってことですね。で、あと破壊ですね。破壊はね、まあ、ユベルを破壊しながら特殊ができるんですよね。だから、スピリットオブビブレとかすごい相性良くて、スピリットオブビブレでシャバラ、
を出しながらスピードビームでユベル特殊化もできますし、あと単純にその山の墓地効果で悪魔族特殊ができるんで墓地からね、これも強い。あとシャバラとシュヤーマってレベル6なんで、レベル62体でランク6みたいなこともできます。シーザーとかベアトとかね、特殊召喚できるよね。デモンスミスがあると、まあ、より強くなるんですけど、まあ、デモンスミスまだマスターデルないんで、まあ、今のところこんな感じですね。で、あと、墓地肥やしギミック。まあ、クソ適当に墓地肥やしたらファントム入るんですよ。要は、ユベルプラス講師での悪魔族。まあ、いわゆるユベルとスピリットユベルとか墓地落ちたらまあ、もう出せるんで、ファントムが。だから、墓地肥やしイコール、ユベル。新規みたいなのがあるんですね。で、暗黒の、将来神、これ。将来神とか、ロータスとか、スローンって、1万円初動でキュリオスになるんですね。だから、キュリオスから動けるテーマも、ユベルのギミックはすごい優秀で、まあ、ティアラメンツとかですかね。はい。あの辺は結構強くなると思います。で、出張パーツとして使うっていうのが、まあ、これがね、まあ、メインとして使われる方法なのかなと思ってるんですけども、まあさっき言ったその出張パーツからこの枚数ですね、この枚数入れる枠があるのであれば、召喚権を使わないで、ファントムオイブユベルを特殊召喚できるし、そこに縛りもつかないんですね。特に展開になんか悪魔族しか出せないとか、なんかそういうのないから、だからいきなりファントムユベルでなんかそのモンスター効果無効を立て、裏などなどニベルとかをケア しながら展開することができちゃうっていう、これは強いですね。あと単純にファントムユベルがリンクサイドしても使えるし、レベル10としても、こちらレベル9かこれ、レベル9としても使えるので、なんかその展開札として使うこともできちゃうんですね。で、ユベルの対策どうするのって話なんですけど、まあ、手札誘発とまくり札が主に基本的にはなっていくと思うんですよね。まあ汎用的にはまず手札誘発は、マグナムートディメンションアダプター DD クローみたいな、そのボッチをメタルカードはまあまあまあ効くかなと思います。特にディメンションアタッカーみたいなターンごと縛っちゃうようなカードは入れられるデッキは、まあ、ぶち込んだ方がいいかな。クシャトリアとかエクソシスターとかあの辺、まあ、スプライトとかもそうだね。あの辺も、全部ディメンションアタッカーぶち込んでディメンションアタッカーで、墓地をメタルのがいいと思います。あとは初動を止めるってことですね。あのウララとかガンマとかこれデルタだっけ、デルタとかで魔法アナとかロータスとか、まあ、スローンとかロータスとかを止める、マナトミアペインとかでもいいけど、まあ、その辺のカードを止めることによって、相手の展開させないっていう、まあ、そういう動きですよね。あとは展開を伸ばさせない、まあ、ドローランドロックバード、まあ打って相手、まあ、ドローランドロックバードケアする展開とか貫通する展開ももちろんあるんだけど、ドローランドロックバード打って展開を、まあ、綺麗に伸ばさせないとか、あと増殖するって言ってね、展開を一応弱体化させるっていう、まあ、これも もちろん有効だし、あとユベルデッキって魔法は止めにくいんでね、だから無限包容とかは結構効くかなというところはありますね。あとねマックリフだとしてそのね超融合を自分のデッキが打つのは得意なんだけど、ユベルって打たれるのって苦手なんですよ最終盤面結構その闇属性モンスター2体とか、あとはファントムユベルプラス闇とかがいることが多くて、だからスターブベロムとかあと、ドラゴストピラーみたいなモンスターは結構簡単に出せるんですね。こっちのターンでいきなり超融合って相手の盤面だけでね融合できるから、だから超融合をマクリフだとして入れるのは非常に優秀有効だと思います。あとはユベルデッキって魔法アナ無効がないんですよね、基本的な展開の中では。なんでサンダーボルトとかでなんか全部っぱしちゃうとか禁じられた一滴、で効果無効にしちゃうとかは結構ありだと思います。まああとなんかあんまりこれは現実的ではないけど、まあ、ユベル親子のカード誰が使うねみたいな感じなんですけど、一応紹介しておくと、オークワンフ攻撃力1400以下全部破壊、ユベルデッキって大体1400以下なんで、まあ、全部破壊できます。とあとパワーフィルター、パワーフィルターは、攻撃力1100以下の、モンスターを出せません。そもそもなんで展開が完全にできません。あとはマクロコスモスとか墓地メタね、目立っていくっていう、まあ、そんな感じですかね。対策としてはいろいろね話してきましたけども、まあ、非常に強力なテーマであることは間違いない。これからデモンスミスとか、それからまあサモンソーサレス の解除とかがされだすとまたより強くなるんで、まあ、ユベル大好きな方は、遊戯王 GX 大好きな方はぜひね今回の診断向いて組んでみていただければなと思います。はい、展開ルート等は、また動画にするときにお見舞いしていこうと思ってますね。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。